本校では2020年6月21日の日食について述べる。日食が観測される地域日食は月が地球と太陽の間を横切る際に起き、地球から見た太陽の像が完全または部分的に隠れることで発生する。金管日食は月の四直径が太陽のものよりも小さい時に起こり、太陽の光がほぼ遮られて缶のように見える。 この時、その周辺の長さ数千キロメートルの地域で部分日食が見られる。2020年6月21日の日食は2020年代で初めて発生した日食であり、サロス周期は137番。この日食での金環食体は世界協定時4時49分頃にアフリカ大陸の中央部、コンゴ民主共和国とコンゴ共和国の国境付近で発生し、 その後南スーダン、エチオピア、エリトリア、アラビア半島南部、パキスタン、インド北部、チベット高原、中国南部、台湾などを通過し、8時30分頃にグアム島の南東約 320km の太平洋上で消滅した。この日食で、金環食体は約 14,600km にわたって地球上を移動し、 地球の表面全体の0.13%で金管日食が観測された。同日3時46分頃から9時34分頃までは、アフリカの大部分、アジア中南部、日本、東南アジアなどの広い地域が部分食体に入った。この日食の最大食は、インドと中国の国境付近にある南ダデビ、国立公園の東端付近に位置するが、この日食の金間食体は、 かなり小さく、最大食の地域では、約38秒、金管食帯の発生地点である、アフリカ中央部でも、約1分22秒しか継続しない。この日食が発生する6月21日は、下死の日でもあり、下死の日に、日本国内で日食が観測されるのは1648年6月21日以来、372年ぶりである。世界全体においても、 下死の日に日食が発生するのは2001年6月21日の日食以来19年ぶりとなった。2012年5月20日の日食以来8年ぶりに金管食隊が通る台湾では金管食隊が通る金門県、宝庫県、かよし嘉かよし市などからインターネット上映のライブ配信が行われた。中国では露州市、同仁市、紅葉市、 アモイ氏を金管食隊が通った。インドで一般的な宗教であるヒンドゥー教では、日食は不吉な出来事であると信じられており、祈りを捧げるヒンドゥー教徒の姿が見られた。日本では全国で部分日食となり、札幌で食分 0.290, 東京で 0.471, 大阪で 0.538, 那覇で0.837と、 南西に向かうほど食分が大きくなった。日本国内で最も近間食体に近い先島諸島では食分は0.9を超えた。日本国内で次に日食が観測されるのは2023年4月20日の日食。全国で観測可能な日食に限ると2030年6月1日の日食になる。日本国内では 梅雨前線や低気圧の影響で観測ができなかった地域もあったが、天候が安定していた日本海側を中心に、青森県、宮城県、新潟県、福井県、兵庫県、広島県、高知県、福岡県、岡県先島諸島など各地で部分日食が観測された。2019年末から急速に広まった新型コロナウイルス感染症の流行を受け、 国立天文台は日食を観察する際の他者との密集、密接をしないよう注意を呼びかけ、また対策を施した上で観察会などを実施した観測施設もあったが、感染症拡大防止のためそれらのイベントを中止した施設もあった。ありがとうございます。